ダ・ベイビーはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロット出身のラッパー、歌手、ソングライター。2014年から2018年にかけて多数のミックステープをリリース。2019年にアルバムベビー・オン・ベビーでデビュー。同年にリリースした2作目のアルバムカークは全米1位を記録する。楽曲シュグ・バップがヒットし、メインストリームでの知名度を上げる。 三作目のアルバム、ブレイム・イット・オン・ベビーは二作連続の全米ナンバーワンアルバムとなった。また、このアルバムからのシングル、ロックスターは全米で7週連続の1位を記録した。ステージに立つダ・ベイビー1991年12月22日、オハイオ州クリーブランドで生まれる。1999年にノースカロライナ州シャーロットに移り、幼少期の大半を過ごす。 2010年に高校を卒業し、ノースカロライナ大学グリーンズボ旅行に2年間、通った。2014年から2015年にかけて、音楽活動を始め、2015年にはデビューミックステープ、ノンフィクションをリリースして、以降、多数のミックステープを制作した。2019年1月、ダベイビーは、インタースコープと契約し、 自身のインプリントレーベルビデオンダラーベビーエンターテイメントを立ち上げる。2019年3月1日、デビュースタジオアルバム、ベビーオンベビーをリリースする。アルバムからの楽曲、シュグは4月13日付のチャートで、ビルボードホット100の87位を記録し、その後2019年6月8日付のチャートで、トップ10入りを果たした。ダベビーは、XXL の フレッシュマンクラスオブ二千十九の表紙に起用される。二千十九年九月二十七日、二作目の二作目のスタジオアルバム、カークをリリースし、全米一位を記録する。アルバムからは特に楽曲、バップがヒットシビルボードホット百で最高十一位を記録する。ダベイビーは二千十九年に様々なヒット曲にフィーチャーされており、メガン・ジー・スタリオンのキャッシュシット、 クオリティコントロールのベビー、ポスト、マローンのエネミーズ、YG のストップスニッチン、リッツォのトゥルースハーツ、リルナス X のパニーニなどいずれもヒットを記録した。ダベービーは2019年のビルボードホット100に22回エントリーしたことでその年の最多記録となった。2020年第62回グラミー賞ではダベービーは シュグで最優秀ラップパフォーマンス賞と最優秀ラップソング賞の2部門にノミネートされた。2020年4月17日3作目のスタジオアルバムブレイム・イット・オン・ベビーをリリースする。アルバムは前作に続き全米1位を記録する。またロディリッチをフィーチャーした楽曲ロックスターは全米で7週連続の1位を記録しイギリスでも1位を獲得した。 6月には、ジャック・ハーローの楽曲、ワッツ・ポッピンのリミックスに起用され、全米2位を記録、1位が、ロックスターだったためチャートの1位2位を独占することになり、2019年のアリアナグランデ以来となるトップに、おしめた20組目のアーティストとなった。11月20日、EP、マイ、er ・ブラザーズ・キーパーをリリースする。ローリングストーン氏のチャールズ・ホームズは、ダ・ベイビーのフローを、 スタッカートで正確な残忍なラップスタイルで音節を押しつぶしていくような力強さでビートが始まる前からラップを始めているかのような錯覚に陥ることがよくあると評している。最も有名な例はブレークのきっかけとなったヒット曲シグである。影響を受けたアーティストについて語ったダベイビーはフューチャーやリルウェイン。 カニエ・ウエストなどのアーティストを勉強したと語っている。2018年11月、ダ・ベイビーは、ノースカロライナ州、ハンターズビルで19歳の男性が腹部を撃たれて、死亡するという事件に巻き込まれた。ダ・ベイビーは銃撃への関与を認め、自己防衛のために行動したと述べている。最も重い罪状は2019年3月に、取り下げられたが、ダ・ベイビーは、 軽犯罪である武器の傾向について有罪を認めた。2020年1月、マイアミで強盗事件に関連して交流され尋問を受けた。その後、テキサス州で霊状を持っていたことが当局に判明し逮捕された。霊状の原因はバッテリー充電の罪であった。TMZ によると、プロモーターがギャラの3万ドルのうち2万ドルしか支払わなかったため、 ダベイビーの仲間がプロモーターから現金80ドル、iPhone7、クレジットカードを奪ったという。ダベイビーはバッテリー充電の罪で起訴され、48時間後にマイアミデート軍の刑務所から釈放された。2020年のツアー中、ダベイビーはフロリダ州タンパで行われた公演でステージに向かう途中、女性ファンに平手打ちをした。観客はブーイングで反応し、 ダベイビーは一曲も演奏することなく会場を後にした。叩いたのはファンがフラッシュをオンにして動画を撮影しスマホを顔に近づけすぎたためだという。ダベイビーはインスタグラムに投稿された動画で謝罪したが相手の性別に関わらず同じ反応をすると述べた。スタジオアルバム、ありがとうございます。